不思議の幻想郷ロータスラビリンス。はーい、男です。ということでやっていこう、ロータスラビリンス。今さらだよな。このゲーム発売されたのもう 2,3 ヶ月ぐらい前ちゃう。もうずっとやってなかったの。もう買ってもうインストールしただけ、やってないのね。多分2、3ヶ月ぐらい経ってるよね。多分7月中旬とか、もう3ヶ月近く経ってんじゃないかなってぐらい。もう全然やってなかったから、もう、やります、今回から。もうね、もう東方ファンとしてね、これを持ってんのにやんないというのはもう、この上ない屈辱。やっていきましょう。ロータスラビリンス。もう絶対もう、今更感あるよね、これ。今やんのかよと。もう、誰も見ねえだろうと。分かってるよ。おお、サナエさんと天使。あ、これ、あおまあ、もうここすらやってないから分かんないけど、まあ。でも確かに、主人公今回この二人がメインらしいから、でも、分かれるんだね。じゃあ、今回はサナエさん編でいこうかな。で、まあ、一通り終わったら天使って感じにしよう。はい、ということで、不思議の幻想郷ロータスラビリンスの、こちらサナエさん編で行きましょう。よし、やっていきましょう。選択したプレイヤーでゲームを起動します。よろしいですか？今サナエさんなんか言ったな。行きましょう。原作上海アリス弦楽団、制作アクアスタイル。今回なんか電脳世界がモチーフとかなんたららしいね。なんか確かそんなんだった気がする。お二方こんにちは。3ヶ月ぐらい経ちました。いや、どこやねんっていう。どこ？すっごいビル建ってたけど。どこ？ここがロータスランド。おお、喋る。そうか。テキスト速度、オプションズ。ああ、それは違う。チャプター終了か。ああ、こういうこと？あ、こういうことね。こういうことね。オートモード。まあ、これは別にいいでしょ。スキップ。まあ、いいでしょ。オプション。BGM を、まあ、とりあえずこれ全部100でいいか。ゲームスピード、最速でいいんじゃね？常時キャラ識別。まあまあまあ、これで、そう、一平なんか書いてある。一平書いてある会話隠す。まあ、それは俺は嫌だ。
よし、やっていきましょう。WRS に乗って、あ、でも喋るから俺あんま喋ることない。まあまあまあ、いいでしょう。すごいな、幻想郷でこんな体験ができるなんて。はい、ニトリさんに感謝しないといけませんね。今回サナエさんということでね、ここら辺もあれ変わるんかな。ここは天使編だったらここが天使になるんじゃないかなと。おニトリを依頼されたんだよ。なるほど、そんなことが。はい、ただわからないことが多くてね。そこで外界のことに詳しい君を呼んだってわけさ。ほい。なのにこれが外界の道具なの？ああね、これが天使ね。まあそういう、まあちょっと思ったより声が高かったけど、面白そうだからってついてきちゃったんですよ。私のことは気にしなくていいわよ、適当にやってるから。はい、そうさせてもらうよ。さて、君に来てもらったのは他でもない。喋ることねえって、俺なんだこれ、実況だぞ。喋れよ、喋れよ。俺聞きたかったからなんだ。はい、電脳世界ですか？電脳、この機械の使い方大体わかったんだけど、電脳世界というものについてはよくわからなくてね。これあんま理解しねえからさ、俺全然喋れねえんだ、喋れねえんだ。しかもこの子たち喋るじゃん。言わないでくれよ、言わないでくれよ。もし電脳世界は危険なものだったらどうするのさ、まあ、どうせ危険なんでしょう、どうせ危険なんでしょう。危険なものではまだ危険なんでしょうね、多分ね。うん、私もあまり詳しくは知らない。まあ俺もないけど、確かコンピューターやネットワーク上に存在する仮想的な空間のことだったかと。はい、最近では電脳世界を舞台としたゲームなんかもあるって。これちゃう、これちゃう。それってこのロータスラビリンスちゃうの、これ違うの。バーチャルリアリティと、ブチャ VR、 五感を刺激することで電脳世界を体験できるそうです。はい、五感を刺激、そうか、あれはそのための。何か分かったの？うん、謎はすべて解けた。多分これは電脳世界を舞台としたゲームを生成し体験するための機械なんだよ。あーね、 VR 的なやつね。要は意味のわからない設定やパーツがいくつかあったんだけど、そういうことならすべてガテンがいく。もしそうならちょっと遊んでみたいかも。そうね、私も少し興味があるわ。ほい、そんな目で見るなよ、そんな目で見るなよ。まだ解析の途中だからあんまり動かしたくないんだけど。別に動かしたって解析は続けられるでしょ。お願いします、ニトリさん。まあそこまで言うなら。ほい、喋れねえってなんだな、喋れ俺。あか、あれね、ゲームそういう過去があったのね。ちょっと期待していたんだけど。ほい、現実世界とあまり変わらないのね。そうね、確か現実世界をスキャンしてそれをベースに。な、俺これね、これ 人とかもちゃんとこれ おるん、これおるん、おるん、おるん。そういうのは期待しても無駄なんじゃないかと。パッと見なんかまあまあまあ、どうせまあ背景だし、まああれか。電脳世界言っても大したことないのね。むしろそこがすごいところだと思うんですけど。ほい、ゲームの歴史を知らない人にはわからない感覚なのかもしれませんね。サナエさんゲームって やってる、まあ、やってるか、まあ、やってるもんな、まあ、外界の、もともと外界の人だもんね、やってるもんね。お、始まりの草原第一章みたいな。あ、押さなきゃ。おお、いきなりこの画面、いきなり。おお、操作できる。おお、このスティックで。おお、じゃあ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 。急に切られるやん。確か選択したジャンルはダンジョン探索 RPG でしたよね。あ、もうそういう感じ。あ、格闘アクションとかなんかあんの？俺苦手だけどね。弾幕シューティングとか言われたら絶対俺無理よ。絶対無理よ。なんかざっくりしすぎじゃない？とはいえ。特に説明もなかったのでそれくらいしか。ほい、サナエさん、もう天
どなた？誰？誰？はじめまして。あっきゅん。私は幻想郷の住人のデータを元にして生み出された電脳体、オリジナル電脳体のピエロのあっきゅん。同じく。おもあきあ君もいたのね。コスズって書いてあるね。オリジナル電脳体？はい。はい。元となった人物の思考パターン。電脳体電脳体。その人物ならどのように考え行動するか。もう10分取ってるよ。シミュレートし実行する。結構これ話長えな。本人そのものと。20分ぐらいにしときてな。電脳体。それがオリジナル電脳体です。はい。で、そのオリジナル電脳体が私たち何の用？私たちはオリジナル電脳体ですが、この世界の案内役でもあるんです。なるほど。この世界へやってきたプレイヤーをナビゲートするのが私たちの役目なんですよ。ちゃんと救済措置があったんですね。助かります。ちゃんと案内してくれるんでしょうね。はい、任せてください。ああ、この人らと一緒に行くって感じね。なるほど。案内させていただきます。あっきゅん。なら早速案内してもらおうじゃない。最初の目的地はどこなの？まずは活動の拠点となる森屋神社。森屋神社、なるほど。サナエさんのとこ。その道中にでも。ね、これサナエさん編だから森屋神社って感じ。これ天使だと天界とか、そんなことない。そうでもないか。どうなんだろうね。ちょっと待った。ちょっと待った。せっかくプレイヤーとナビゲーターが2人ずついるんだし。はい。二手に分かれてどちらが先。なるへそ。勝負しませんか。多分こっち勝ちそう。ちょっと小鈴。いいですね。面白そうです。確かにその方が退屈せずに済みそうね。俺は誰と、俺は誰と組むんだ。この二人のどっちかと思うんだけど。組み合わせはどうしますか。そこ。私はどちらがナビゲーターでも構いませんけど。なら私は小鈴を。おお、そういう感じ。じゃあ俺アッキュンだ。今回の提案も面白かった。アッキュン。楽しませてくれそう。アッキュンってなんで俺今思ったけど。アッキュンってなんだ。ご指名ありがとうございます。なら私のナビゲーターはアキューさんですね。アッキュン。よろしくお願いします。お願いします。もうこれ移動する？移動しそうだね。おーお、いるやん。喋りかけてみよう。ロータスランドの世界へ。はい、これからよろしくお願いします。あ、お願いします。こっちは？ここが電脳世界ロータスランドです。なるほど。これからよろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。天使もいると。電脳世界とか言っても現実世界とあまり変わらないのね。まあ見た目ですね。問題なくプレイできそうだわ。なるほど。ここは行けなさそうですね。なんか、おお、なんかこういうのもあんの。なんかいろいろ、とりあえず、おお、一平なんかあるよ。レベル1とか、なんか所持金ゼロ。DP ってなん、ダイヤモンドパール？ポケモン？ネクストレベル、HP、まあ、満腹、まあ、一平あんな。おお、パンチング、パンチング、パンチング。天使に向かってパンチングはできないですね。あ、ちょちょちょ。で、どのダンジョンに挑戦しますか。あ、そんな感じで選べんのこれ。待って、いろいろ。お、ウィンドブラストってなんだ。ウィンドブラスト。お前なんか売っちゃったよ。なんか無駄にしちゃったよ。大丈夫？無駄にしちゃったよ。難易度ベリーイージーって書いてあるけど、フロア数7、冒険の始まり。さあ、いざ森屋神社へ。おお、一平書いてある。一平書いてある。入手可能パートナー。サナエさんだと、まあ、マリさんもらえるんだ。天使だと、イクさんもらえるんだ。おお、なるほど。行きましょう。マップに挑戦しましょうか。頑張ってくださいね。あ、頑張ります。神社への道、一回。さあ、でも操作とかマジでわかんないから、ちゃんと教えていただきたい。ようこそ、ロータスランドの世界へ。はい。ここは幻想郷を再現した電脳世界。現実世界では体験できないいろいろな不思議があなたの。15分撮ってますけど大丈夫これ。その不思議を探しに行きましょう。行きましょう。行きましょう。おお。その前に一つだけ質問です。はい。ルールの説明は丁寧にして。もう丁寧でお願いしたいたしやす。丁寧でお願いいたします。なかなか理解度が低いんで、私頭カッチカチなんで。もう一歩ずつ、もうマジで一歩ずつ、一歩歩くごとに何か説明をしていただきたい。いろいろ
おお。でさ、なんかウィンドブラストみたいなやつ使ったけどさ、これ大丈夫これ。なんか右上のなんかお腹マークみたいなやつ入ってん、大丈夫これ。おお、お金入手。お金は買い物するときに必要になるもの。なるほど。ここの説明重要ちゃう。おお、アイテム入手。え、三角を押しながらさっき押したね。おお、アイテム確認をできます。おお、なんかもういっぱいあるよ。三角を押してる間に押す、種類によって、なるほど。あ、上がアイテム。右が詳細スキル、下装備、左作戦編成、なるほど。おー、あー、いっぱい書いて、一応書いてあるね。HP の、まあ HP はまだまあいいでしょう。まあまあまあ、とりあえず、なんかいっぺん書いたんだ、これ。隙間ってなんだ、これ。まあいいや、とりあえず。パンケーキ、満腹度、ああ、あれか、あの96ってなったやつね。まあまあ、とりあえずまあいいでしょう。HP、なるほど。減るようになっちゃう。あー、なるほど。まあ、たまに食べろと。おーおーおー、何、このようなセルは斜め移動で進むことができます。うん。おー、OK。まあ、でも、このスティックがあるから、もう、こうやって移動できる。あ、落ちることはできない。まあ、そりゃそうだわな。バツを押しながら、おー、なんか、矢印を押すと、ダッシュで高速移動できる。ダッシュをすると突き当たりや分かれ道まで一気に移動してしまうので注意が必要です。おお、早い。もはやソル。ダッシュよりも便利だ。アイダッシュ。何それ、アイダッシュって。何、アイをつけた。アイテムや部屋の出口があるとき自動で起動修正してくれるダッシュのこと。なるほど。 R1 を押しながら、 R1 ね、押しながらできる。わー、おお、もう早くて見えなかった。この右上のマップのとこのくねくねした道一気に駆け上がったな。早すぎかよ、お前。あ、押せ。入力ボタンを組み合わせることで、快適に操作できます。うん。ああね、最速ラッシュじゃね。斜め移動モードで移動ミス防止。なんかいっぺん書いてあんな。適用補足。まあ今いねえけど。これ何？ポータルの上に乗り、次のフロアを選ぶと次のフロアへ進むことができます。やり残したことがある場合はキャンセルを選びましょう。まあ今とこねえな。まあ次のフロア行こう。なもう特に落としたもんはないでしょう。とりあえず敵と待ってねえし、ネクストステージ。おお、なんかいるよ。キスメいるよ、この世界には。おお、喋るんだった。アッキュー喋るんやった、間違えた。俺喋ってもたわ。はい、エネミー伝統体。オリジナル電脳体と変わりませんが、おい、行動パターンが完全にプログラミングされているため、自身で判断し、ほい、同じ個体がいくつも存在し、基本的にはプレイヤーの行く手を阻むように設定されています。なるほど。ちなみにエネミー電脳体の能力が元となった人物のものと同じとは限りません。じゃあめっちゃ強いとかあるんやな、知らんけど。じゃあキスメがめっちゃ強い能力持ってるとか、そんなこともまああるんだろうね。実際の幻想郷とは異なる点が。おーね、大したことない相手だと思って油断していると痛い目に遭うかもしれませんよ。怖いね。それでは邪魔なエネミー電脳体を倒して先へ進む。行きましょうぜ。お腹81で。戦闘についての説明をします。はい。で、ダンジョン内のエネミー電動体はプレイヤーを見つけると攻撃を仕掛けてきます。なるほど。丸を押すことで正面的に攻撃することができます。さっきやってたね。エネミー電動体を倒して先に進みましょう。あー、君も動くのね。おー、パンチング。サナエさんのパンチング。敵から経験値を得ることでレベルが上がり、プレイヤーは強くなっていきます。また倒した敵がアイテムなどを落とすこともあります。落としたかわかんないけど。で、これを押すと、なんかめっちゃ早く移動できる。いる。画面右上のミニマップには、踏破者ダンジョンの情報が表示されて、処置されます。L1 を押すことで拡大縮小することができます。今は押せなかったね。どうやらエネミー伝統台のすぐ近くにアイテムが落ちているようです。拾ってみましょう。置いてあるね、あれ。棒が置いてある。え、これ当たるよね。おーし。どっちに向くんだ？おお、こう、刺す、四角押したら。あ、いいな、おい、お前、耐えるのかよ、お前、そりゃ知らねえわ。ちょっと、食べる？まだいいか。まあ、70ぐらいで食おうぜ。まあ、70になるとちょっと怖いよね、なんか。
武器を装備すると通常攻撃で敵に与えるダメージを増やすことができます。おお、そんなの持ってるだけでは意味がありません。早速装備してみましょう。クロスメニューの装備を選んで、お、装備画面を出してから今拾ったアイテムをスロットにすると、これで完了です。ないっぺんあんじゃん、いっぺんなんかあんじゃん。まあ、弾幕アクションじゃねえから、なんかシューティングとかじゃねえから、意外にこれちょろいかなと思ったらそうでもねえわ。あー、これで OK。 おお、実績解除、装備完了。まあ別に今は持ってないもん。オールでこれだからね。今のは何属性？風属性か。無属ね、めっちゃ属性あるやん。むっちゃ属性あるやん、これ。これどんだけあんねん、これ。ん？いる？いる敵？いる？いる？あ、下にいますね。で、四角向くと。で、こいつさ、なんかあれだよね。ウィンドブラストってこれ、使えるのかな、ポイント。あ、でも HP 回復するから別に。お、一撃やん。さっき倒せんかったに見えない。実績が解除されました。初めてのレベルアップ、レベルアップおめでとうございます。レベルを上げると HP や攻撃力が上昇し、プレイヤーはどんどん強くなっていきます。なるほど。そうか、剣装備してるからか。おお、マリサの帽子をしてるぞ。防具を装備することで敵から受けるダメージを減らすことができます。おお、セットしてみましょう。セットしましょう。防具ここに書いてあるわ。なんて書いてあるのこれ。マリサの帽子じゃなかったっけ今押してたの。あ、ジャンルによって変わるみたいなやつね。で、これを押すと、おわお、なんかいるよ。隠れてるやついる、なんか。四角を押している間、現在見えてるのを、シャシャス。ま、四角を押している間、現在見えている範囲のマス情報が表示されます。また三角を、ね、四角を押しながら、俺さっきやったやつやん。俺さっきやったやつやん。うおー、囲まれた。囲まれた、どっちを攻撃する？どっち攻撃する？どっち攻撃する？はい。なんでミスるねん、なんでミスんねん。お、装備がレベルアップ、そんなことある。装備は経験値を得ることでより強くなります。レベルが上がることで装備の性能も向上し、冒険も楽になるでしょう。はい。ただし実際に装備をしてなければ経験値を得ることができず、成長することもないのでご注意を。わ、なんか言うもん。お前切ってやる。わ、お前メディスン、お、強っ。もう連打じゃい。連打じゃい。43。でもこうやって、でも HP 回復するんじゃん、自動的に。なんかアイテムは落ちたりはしない。落ちてないですね。まあ、次のフロアに行きましょう。もう23分乗ってるよ。オートセービング、ネクストステージ。